ハビエル・アギレさんと合意しました。では今日の理事会で、そうですね、それでじゃあ合意しました。ハビエル・アギレさんと合意しました。4回ワールドカップを経験してるっていうのはありますし、まあなんていうんですかね、その非常にジェントルマンでありますし、その気持ちのこう強い人なんで、日本の良さもまた引き出してくれるんじゃないかなと思いますし、まあ、ザッケローニ監督がやってきたああいう日本人の良さをこう生かしながら、さらにさっき言ったようにこうに何て言うんですかね、その粘り強いというか、こういろんな手を状況によってたくましいチームになれるような、そういう指導をしてくれる経験は踏んでると思います。今の日本には一番ふさわしいんじゃないかなというふうに思います。アギーレ氏というとどちらかというと守備に重きを置くようなイメージがあるんですが、目指すサッカーというのが変わるということでしょうか。やっぱり自分たちから仕掛けられる攻撃もできる、相手に引かれてもまあ、本当は引かれる前に一番早くシンプルに攻めちゃったらいいと思うんですけど、そういう攻撃もできるし、しっかり例えばさっき言ったようにある程度そういうのやりたいけども、ある時は守ってカウンターもできる、そういう面では引き出しは多い監督さんじゃないですか。今回のワールドカップの日本代表の試合を見てどんな感想を持っていて、俺ならどういうところをこう伸ばしていくみたいなことっていうのはおっしゃってましたか。日本人の持ってるポテンシャル、そのあるいはその力っていうのはこんなもんじゃないっていうふうには彼も言ってましたし、非常に、まあ、日本のことは興味持って前から思ってた、見てたんで、非常に残念だけどももっとやれる力あるし、もっとこうその辺もさっき言ったようにこういろんな経験を、俺の経験を伝えたいということは言ってましたね。